はい、では授業を始めましょう。今日は何の話でしょうか。まずですね、この天気のことなんですけれども、今日は雨、降ってきましたっけ。今曇っていますが、雨降ったかどうかですね。まだ降ってないと思いますが、実は今朝、外へ行けなかったんですからね。なぜならば、この午前3時ぐらいね、このうるさい音とか、あとその何かの映画みたいな夢まあ夢、最後に夢って言うんですけども、実はそれは夢じゃないんですけど、映画の技術を利用して、このイメージとか、こういう実はあんまり見たくないものなんですけどもね、その誰かとね、このポルノみたいなそのあんまりね、みんなに、見せるもんじゃないですよね。見せるもんじゃないですけどもね。あとその街の誰かとね、この、実はで認識できますかね。ただあれはね、なんかこの何かの、わざとね作った、お話ねするんですけどもね、こういう人とこういう人とこういうことをやってるみたいなね、このセックスみたいなことになってますとかね、なんか噂ねに聞こえますけどもね、そういうになってますし、まあとにかくうるさいなんですけどもね。そして朝早く起きて、そして寝ようとするんですけども、結局6時半ぐらいね、起きちゃって、そうするとね、もう外へ出るとね、なんか時間ね、なくなってるみたいんですけどもね、大体はですね、できれば6時ぐらいね、外へ出かけるといいと思いますので、しないとね、帰るのはまた40分ぐらいかかりますんで、そしてまあご飯とかもね準備しとけないといけないし、その後その事務所ね、このクリニックに行くんで、そういう時間はですね、やっぱ、こういうふうにね、遅く、起きるとねなくなっちゃうんですからね、はい。そして今日ですね、また12時半ぐらいかな、このめまいさせる、やり方ね、またこの自信あるみたいなね、状況ですけども、ただ今回は一時的にね、その1時間ぐらいかかってなかったみたいんですけどもね。あとその、まあ、ある程度そんなに強くなかったし、ね、昨日はかなりね強く、なったんですけどもね、そのなんか本当に自信あるかどうかですね。そしてその長くね1時間以上もねあったと思いますし、あれは電気だったらばですね、このワイヤレスだったらばかなり大きい電子から、流れていったと思いますので、ね、例えばその車からの電子とか、あるいはそのコンセントね、それなんだろうな、そのでもねコンセントだったらそれワイヤレスに行っちゃうかとね、普段はそうにならないと思いますが、ただそのうん、電池だったら、その車で電池だったらば、なんだろうな、その携帯電話だと、あれもね、電池あるんですけど、その小さい、携帯電話だとしても、その前のノーキアの、携帯電話ね、使ってたんですけどもね、それ、かなりね、頭ね、痛くさせる。ものになりますよ。例えば、
いつでしたっけな、その、この、水上ね、その、水泳のところね、行った時に、携帯電話ね、その、持ってた携帯電話、その小さいね、そのノキアなんですけども、ロッカーに、置いといて、そしてその、水泳の後、戻る時に、なんかね、シグナルがないみたいんで、そしてその、暑くなって周りのところはね、なんか近づくとなんか頭が痛くなるね、そういうのもありますからね。電子が小さいのに、ただそのシグナルね、つなげようとする、なんかするとでもつなげれないからね。なんか頑張ってつなげようとするんですけど、つなげれないね、つなげないからね。だから、暑くなって周りのね、人たちも感じれるね、そういう状態になってまして、はい。で、この見舞いさせる技術だとね、そうだな、多分ね、これもうちょっと大きい電池から来ると思いますからね。この車の電池ね。なんか、その、働かせて、で、暑くなって、この、まあ、電池だけじゃ、あれ、その、ワイヤレスにならないから、その、電池は、なんか、その、ワイヤレスにできるように、するものあると思いますんで、例えばラジオね、ラジオにつないでいるとね、そうすると、その、この携帯電話のように、その、熱くなって、なんでそもそも携帯電話できるかというとですね、まあ、電池だけじゃなくて、その、磁石もありますからね。はい。そのマグネットね、ありますから。で、車の場合だと、なんだろうな、マグネットあるかね。まあ、ラジオだとね、ラジオだと、そうだな、ラジオだったらば、まあね、この電子から流すね、流して、その電気ね、流して、そしてそのラジオに行って、そうしたらね、まあ、音ね、スピーカーから出るんですけども、音なんですけどもね。で、この電気だとね、電気だったらばどうだろうな、ちょっと待ってね、なんかね、そのラジオってね、そのレシーバーだけじゃなくて、トランスミーターね、あると、なんか、あれは、その、携帯電話のようになるんじゃないかとね。あるいはね、その、今時代の携帯電話、その、割と大きい電池だとね、それだけだとね、この見舞いさせる、技術になっちゃおうか、まあ、音だったらば、その、ね、ラジオから出るスピーカーの、ラジオのスピーカーから出る音ね、それもありますね。そしてそのめまいさせる、技術だと携帯電話利用されてるとね。そうかもしれないんですけどもね。まあ、考えてみたらそうみたいんですからね。このトランスミーターがなかったらね、トランスミーターがなかったら、そう、
そういうどういうふうにめまいさせるかですね。電気だけですね。あれ、電気と音の違いありますかね。区別ありますからね。だからそのこのコンパスね、ありますよね。そう見てみてくださいね。そのもし音だけだとそれ動かないんですよね。その針ね、そのコンパスの針動かないね。ただ電気だと動かせるんですよね。この流れてる、電気ね、まあ電気といえばその磁石のこともありますしね、そのマグネットのこともありますから、だからそれでその動かせるわけでしょうね。はい、そうなんですけどもね、まあ同じエネルギーなんですけどもね、その音と、電気も同じエネルギーなんですけど、コンパスだとその音のエネルギーはね、それだけじゃ動かせないからね、動いてこれないからね、そういうふうにね、はい、そうですね、はい、次は何だろうな、この岡本芳樹先生からの動画ですね。今日はそのライブの動画もありますし、あとその、6時の、動画もありますね。いつも通りの6時のね、午後6時の動画もありますね。はい、実はですね、この、2つの動画についてね、先ほど、やっていた、練習ね、そのスペイン語と中国語の練習もちょっとねお話しさせていただきましたがね、そして、そうだな、その伊藤ジョイチ先生からの動画どうだったんでしたっけな。あ、そうか、そのフェイクニュースの話ですね。なんかそのビットコインはね、これはもう SEC ね、そのアメリカの SEC に入っていていいとね、そういうニュースがあったんですけれども、次はそうしなかったとね、まるでフェイクニュースのようだったんですけどもね、まあ、まるでってつけるとはあんまりね、よくないかもしれないですけどね、まあ、その ACC の、上司によるとそれを全くしなかったとね、だからそういう流れになっていて、つまり、これはフェイクニュースか嘘ですか、あるいは本物ですかとね、区別できなくなってるみたいんですけどもね、難しくなってますかね、そういうのですね。はい、そうですけども、そうですね、まあ人たちはですね、たまにはね、何やってんだろうな考えちゃうんですけどもね、こういうふうにやろうとね、まあ、AI とかビットコインとかクリプトキャレンシーとか、金持ちすぎてなんか遊んでるみたいんですかとね、それかなとね考えちゃうんですけどね、実はですね、人たちはねだいぶ金持ちになっていて、なんかつまらなくなってるからね、なんかこれもうちょっとね、楽しくさせようとね、そうすると自分のらも楽しめるからね、ただね、あれね、なんか求めてるのはそのリアルなね、リアルな、なんだろう、その感情というかですね、その対象を知ってる人たちは知らない方がいいとね、そういう、なんだろう、その、考えですね、出ますからね、すでに知ってるともう面白くないみたいですからね、それはよくテレビ番組見てみると、あ、やっぱこの人はもうすでに分かってんだなとね、例えば何か売るときにね、そのわざとこれ売ろうとするみたいになっていますと、もうね、見なくなっちゃうんですよね。
だからその人たちはなんかそのなんだろう、自然にねこういうこと言っていて、人たちは聞くと、ああやっぱね、なんかそのわざとそういうこと言ってないみたいですからね、なんかそういうふうに聞こえないんですからね、そのわざとこの製品、買ってくださいみたいなことになっていますからね。たまにはね、そういうふうに聞こえると嫌になっちゃうんでしょう。今のところはなんか思い出しちゃうんですけども、その、M コンティンさんですね、その三浦さんですけどもね、ちょっとね、彼の動画見てたんですけどもね、なんか食べてたんですからね、その何かの、これは台湾からのね、製品なんですかね、食べたりしてね。そうなんですけどもね、何か食べれる、ね、ものですかとね、このバーチャルとか、この、仮想的なものを、ね、世界になっていて、本当に体験できるかですね、その食べれるものか、ね、みたいなものもね、そういうことも、ね、考えちゃうんですけどもね。そのもう一つの M コン、これは M コンテなんですけどもね、これも、また新しい動画出てきたんですけどね、その、M コンテンの人たちをね、BB さんとか、レイシェルさんと、あとは、ライアンさんでしたっけな、ね、その3人は、なんか、その、いつも通りの、このお金の話ね、その投資とか、このグラフとかね、上がったりするとか、みたいなことになってましたね。まあそうだな、そういうのもですね、だからね、その人たちは金求めないと何求めるんだろうな、ね、なんか時間潰しかね、つまんないからこそつまらなすぎ、っていうからこそ何か派生されたらなんか面白くなるみたいですけどもね 問題だけじゃないけどもね、それはニュースでもね、その別のところでこういう問題派生されたとね、で自分らはここにいるから、ああじゃあよかったと そうかもしれないんですけどもね。はい、では授業はご案内しましょうか。今夜もありがとうございます。